ヤフー知恵袋。それは悩みの海。ネットの荒波に揉まれ、深海に沈みゆく誰かの声なき嘆きは、俺たちを海に駆り立てた。神の財宝か？欲しけりゃくれてやる。探せ、この世のすべてをそこに置いてきた。俺たちは民の心の平穏を目指し、勝手に解決し続ける。要はまさに、ストレス社会！どうも、渡瀬みともきです。今回から新シリーズやっていこうと思います。題して、解決！渡瀬みともきの勝手にお悩み相談！イェーイ！よいしょ！というわけで、こちらのシリーズなんですが、まあね、冒頭のね、オープニングでも軽くね、説明されてると思うんですけども、まあね、伝わりにくかったのかもしれないからね、こちらでもね、ざっと説明しようかなと思います。まあ、こちらのシリーズなんですけど、まあ、ネットにあるね、Yahoo 知恵袋からね、勝手に解釈し、お悩みをね、拝借し、勝手にね、こちらで解決するという趣旨のね、コーナーになっております。はい。で、まあ、基本的にね、二人でやっていこうかなと思ってるんで、相方をね、紹介していこうと思います。はい。助手を務めます、友人のタカです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあね、もうご宅は置いといてね、早速お悩み解決していこうと思います。タカ、よろしく。はい、任された。では、一つ目のお悩みですね。ん？女性からの理不尽なことに耐えられないなら、彼女は無理でしょうか？ということですね。なるほど。そうですね。はい。じゃあ、ズバッとお答えしましょう。はい。お願いします。理不尽なことに耐えられないなら彼女は無理でしょうか？はい。無理です。無理ですか？なんか理由とかあるんですか？まあ、そうですね。まあ、無理って言うと、ちょっとだけ超えるかなとは思うんですけど、理不尽なことにも耐えられないなら、彼女は無理ですかって、彼女はね、作ろうと思えばできると思うんですよ。でも、作ったところで耐えられないなら、別れる羽目になると思うんですね。なんで、無理です。ああ、なるほど。結局、作ったところで、無駄です。で、せっかくなら、そういう彼女のダメなところもね、受け入れることができる、心をね、持って、付き合うことができたら平和なんじゃないかなとは思いますけどね。まあ、どうせね、自分もね、彼女にね、どうせ理不尽なことをね、絶対しないとは言い切れないですし。そうですね。やっぱり互いにそういう折り合いはつけてるとこはね、つけた方がいい関係になるんじゃないかなって思いますけどね。やっぱり相手のダメなところも好きになれるというか。そういうところも含めて大好きって言える関係になったら素晴らしいんじゃないかなと。そうですね。思いますね。なんで今のままでは無理だと思います。はい。わかりました。まとめてしまうと。まあ、今のままだと彼女を作るのはもうほぼ無理と。で、はい、そうですね。理不尽なこととか、まあ嫌なところを見ても、なんか許せるような相手を見つけましょうっていうことですかね。その通り。じゃあ、こんな感じでね、このお悩みはね、解決できたかなと思うんで、二つ目のお悩みに行きたいと思います。はい。はい、では、二つ目のお悩みです。高校生です。告白したら、まだ好きとかいう気持ちがわからないと言われて、振られてしまいました。これって付き合える可能性まだありますか？ということですね。これ相談者の方なかなかモヤモヤした気持ちになってると思うんですけど、いかがですかね。なるほど。そうですね。まだ好きという気持ちがわからないか。はい。じゃあズバッとお答えしましょう。はい。付き合える可能性はまだありますか？はい。ないです。きっぱり言った。はい。ありません。ただ、ただないっていうよりかは、この二
問者が、この質問者様が男の子だった場合に、うんうん、は 99% ぐらいないと思います。ああ、絶望的ですね。で、女の子なのであれば 50% ぐらい、五分五分かなと。もう、そんなに変わるんですか？思うかな。それってなんか割合変わるのって、なんか理由とかあったりします？いや、意外と、まあ、例えば女の子が断った側なんだとすれば、結構、それって、うん、まあ、あと、まあ、2、3回押して、あともう2、3回頑張って押してみてダメだった場合ってもう本当にダメだと思うんですよ。女の子が嫌だって言った場合はもう結構もう固くなり嫌なんで。そうですね。もうそれはもうどうしようもないと思うんですね。でも男の子の場合は、意外となんかめっちゃ押されたらもしかしてね、あれなんか変な気持ちになってきたぞっていうね、男が現れる場合も全然あると思うんで、そっちは変わるのかな、ね、ちょっとやましい気持ちが出てる感じがしますけどね。うん。ワンチャンギャレンじゃねえみたいな。まあ、だって男だってね、女の子からそんなグイグイ来られてね、嬉しくないわけないですから。うん。確実に。ね。そんなわけで、で、あともう一つ気になるのがね、まだ好きとかいう気持ちがわからないと。ね、これ高校生ですよ。うん、そんなわけないじゃん。そうですね、思春期真っ只中で、一番色恋になんか飛びつく時期というか。そう。そんなわけないって。うん。なわけで、これは、まあ、男の子か女の子は分かりませんよ、断った側が。でも、これは、優しさなんじゃないかなと。うんうん。やんわりやんわりね、傷つけないように、どうしたら傷つけないように断れるかなって考えて出てきた文言がこれだったんです。うん。うん。まあ、中にはね、きっぱりごめんなさいって断る方が優しいとかね、いう意見もね、結構あると思うんですけど、俺はそれだけじゃないかなって思うんですよ。うん。うん。っていうのも、やっぱり、これって告白する側も告白を断る側も、うん。うん、勇気って必要だと思うんですね。そうですね。うん。一大で、やっぱり、断るってなると、相手は傷、どうやったって傷つけるわけですから。うん。うん、なので、まあ、それをね、どれだけ相手のその、なんだろう、受けるダメージを、減らしつつ、きっぱり諦めさせてあげる、うん。ことができるかっていうところを考えた上で、こういう文言を、まあ、言えているんであれば、この子はだいぶ優しい子なんじゃないかなと、思うんで、うん、そうですね、うん、だからこそね、まあ、そういう子を好きになったっていう質問者もね、そういう子を好きになったっていうのもね、わかるかなとは、思うんですね。うんうん、あ、ちなみになんですけど、うん。わだつみともさんが思う、相手のダメージを最小限にした上でもう、未練もきっぱりと切ることができる、なんか、回答とかないですかね、告白された時の。そうですね。まあ、本当に嫌なんだったら、うんうん。ごめんね、うん、気持ちはありがたいんだけどって、うん、それを受け取ることできないかなって、うん、これっていいんじゃないかなとは思うかな、うん、他に言葉は必要ないとは思う、うん、それを言われたらさすがにもう脈はないかなって感じになってきますし、逆にこれ以上余計なあれを入れると、うんうん。うん。いや、相手が本当に、なんだろう、まあ、正直付き合ってもいいかなって思える相手だったら、うん、でも、なんか、誠実に行こうかなって思うんだったら、ちょっといろいろ文言付け足すかもしれないけど。ああ、なるほど。うん。どうしても、いや、絶対無理だなって思う人であれば、うん。うん、余計な言葉をつけ足さずに、ごめんなさいと、うん。その気持ちには答えられないと。うん、言ってあげた方が、これは一番きっぱりしてるんじゃないかなって。ああ、そうですね。で、言うときもやっぱり、ばって言うんじゃなくて、ちょっと優しめにね、うん、言ってあげるっていう。そうですね。ありがとうって、気持ちはありがとう。うん。うん、まあ、質問の、回答のまとめとしては、
付き合える可能性は、ないですね。はい。はい、で、まあ、あなたが恋をした人はもう、すごい素晴らしい人だったと。優しい人だったっていう感じですかね。うん。うん、いい人を好きになりました。うん。その通り、そうだと思います。はい。はい、というわけでね、まあ、こちらの悩みも解決できたんじゃないかなと思いますんで、はい、今日はね、第1回目ということもあるんで、3つ目のお悩みに行きたいと思います。そうですね。3つ目、スペシャルなものを用意してますよ、最後。3つ目のお悩みですね。楽しみですね。はい。イケメンに嫉妬したことありますか？ん？なるほど。そうですね。イケメンに嫉妬したかどうか、ズバリ、つみさん、答えていただきたいんですけど。なるほど。わかりました。じゃあ、ズバッと答えましょう。はい。イケメンに嫉妬したことがありますか？はい。あります。もちろん。大体の男がそうだと思います。だよね。うん。俺も嫉妬の炎に身を焦がし。うん。っていうのも、まあ、ちょっとね、これに関して言うと、二つあると思うんですね。嫉妬といっても。例えば、もう一個目は、まあみんなが大体想像するであろう。顔イケメンですね。ああ。うん。顔イケメンで嫉妬するか。自分の方がね、顔が劣ってると思い込んで、うん。まあ思ってて、嫉妬する。もう一個は、うん、イケメンって言っても性格イケメンがあると思うんですね。ああ、なるほどね。顔は別に普通なんだけどっていう。うんうん。性格がイケメンすぎると。まあ人たらしいですね。うん。うん、だからどっちに嫉妬するかっていうところはあるけど、うん、まあ俺としては性格イケメンの方の方が嫉妬するかな。へえ、そうなんですね。顔より、いや結局人って中身だと思うんで。ほう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 。どんなにねイケメンだろうと、どんなに美女だろうと、中身が最悪だったら最悪じゃないですか。そうですね。うん。で、性格が良ければ、ね、どんなに、まあ、どんなにひどいって言ったらあれですけど、うん、どんなに顔が普通でも、うん、性格がめちゃ良かったら、多分、普通に付き合えると思うし、普通に可愛いって思えると思うんですね。うん、好きになってくる人は絶対いると思いますね。なので、俺はそっちの方が、むしろ嫉妬するかな。うん、あ、俺よりこいつ性格いいな、腹立つわ、みたいな。もう、そうやって嫉妬して言ってことは、結構性格の悪さが出てるというか、この嫉妬の仕方はどうなのって思いますけど。うん。うん。俺は別に顔で嫉妬することはあまりないかな、逆に。まあ、自分が顔がいいっていうわけじゃないんですけど、別に。まあ、顔出ししてないからね、皆さんにわかんないと思いますけど。いずれね、そんな機会があったらね、まあ、するかもしれませんけど、まあ、してないんで、わかんないと思いますけど、まあ、顔に嫉妬しても正直しょうがないじゃないですか。なんか、大してしょうがないじゃないですか。確かになんか、あの人かっこよくてずるいなって思うことってあんま俺なかったんですよね。うん、顔イケメンだからなこいつだって。その場の流れで、なんか茶化すのに言ったりとかすることはありますけど、本心は全然そんなこと思ってないんで。うん。うん。まあ、そうですね。そう言われてみると、やっぱ、性格イケメンにはもう勝てないからな。っていうのが俺の答えかな。ああ、なるほど。ありがとうございました。では、まとめてしまうと、嫉妬したことはありますかということですけど、はい、あります。はい。じゃあこれでね、この質問も、解決できたかなと思いますんで、うん、解決なのかわからないけど、そうですね、そうですね、そもそも悩みかって言われるとちょっと微妙なラインもありますからね、うん、聞きたかったんですかね、うん、うん、まあこんな感じで、じゃあ次ね、4つ目の質問に、4つ目じゃないね、悩みだね、ああ悩みですね、流れで質問にしちゃったけど、うん、4つ目の悩みに行こうかなと思います。はい。渡辺智樹の動画ってどうやったら投稿頻度上がるんだろうね。